こんばんは、宇賀なつみです。今週も中華のニュースをわかりやすくお伝えします。朝陽の地で論功式典が執り行われ、新軍の新たな人事が発表されました。先日、朝陽の戦いの功績を称えるために論功式典が執り行われ、3名が新たな役職に任命されました。大将軍に任命されたのは唐、五千人将に任命されたのは王本、秦の2人です。唐は現在の秦軍では蒙武に次いで2人目の大将軍となります。式典では参加者たちから大きな歓声が上がった一方で、功績の評価をめぐって秦と王本が口論となり、一時会場では混乱も見られました。納得いかねえって面だが、そこは上の判断だ。俺は素直に喜んどくぞ。鳳明との人違いで偶然挙げたという霊王の首級の子、本来なら総大将の首を打ち損じたと恥ずべきところだが、貴様はのんきに喜んでいればいい。んだとくら！今のあ、シン！貴様！本様に向かって！神大将を撃ち殺せ！騒動は間もなく収まり、怪我人もなかったとのことです。中華に8番目となる国家、愛国が誕生しました。愛国は秦国北部の大原一帯に誕生した国家です。秦国からの独立を宣言したのは太后様とその宦官老哀の2人。秦国家の発足には他国から集まった文官らも尽力しました。軍の配備も進んでおり、秦国家の設立に国民たちは胸を躍らせているようです。また秦国家設立の最大の功労者とも言われているのが宦官長江です。太后様は長江を次のように評価されています。長江は宦官になんてなってなければ、最年少で上将まで上り詰められる逸材だ。突如誕生した秦国家愛国は今後どのような展開を見せるのか、その動向に各国が注目しています。大王衛星様が加冠の儀に向けご準備に大忙しです。いよいよ今年開催される大王衛星様の加冠の儀。先日執り行われた正月の式典で凛々しいお姿をお見せになられた衛星様は、式典のご準備にも取り掛かられています。この日行われたのは加冠の儀でお召しになる着物の仕立てです。衛星様は集まった仕立て屋たちに目まぐるしく指示を出されていました。張り切ったご様子の衛星様のお姿に、長年衛星様を見守ってきた左丞相昌文君もこれまでにない柔らかな笑顔を向けていました。毎回一人の人物にスポットを当ててエピソードを紹介する人物クローズアップ。今回は愛国設立の功労者老哀です。彼はどのようにして太后様と行動を共にするようになったのでしょうか。その真の姿に迫ります。とある下級文官の家に生まれた老哀は、勉強も運動も苦手で気弱ないじめられっ子でした。大人になると父親と同じく下級文官として働くようになります。彼にできるのは体を張った芸で、自分より位の高い文官たちの笑い者になることだけでした。しかしそんな老哀に大きな転機が訪れます。老哀は宦官と偽って後宮に入り、太后様の夜のお相手をするという犯罪行為に手を染めるのです。そこで彼が見たのは、自らの人生に涙する太后様のお姿でした。老哀は太后様の深い悲しみに触れ、たとえ仮初めでも自分を必要としてくれる太后様のことをいつしか愛してしまったのでした。
禁じられた愛と知りながら、老愛は太后様を支え続け、ついには独立国家愛国を建国するのです。私がしっかりせねば。ロアイは太后様が求める安住の地を今も探し続けます。彼の思いが報われることを願います。キングダムニュース、そろそろお別れの時間となります。いよいよ夏本番ですね。私も夏が大好きなんですが、毎年うっかり日焼けをしてしまうので、今年はしっかりと対策しようと思います。明日から新しい1週間が始まります。皆さん素敵な一日をお過ごしください。以上、キングダムニュースをお伝えしました。